皆さんこんにちは。本日私が搭乗するのはいつもの JAL ではなく LCC、 しかも日本ではまだそんなにメジャーではないエアアジアに搭乗して仙台に向かいます。撮影したのは2019年の冬になる前ですから、まだ世界が例のあれに侵されることなく平和だった頃の話です。まさかこんなことになるとは思ってなかったですけどね。名鉄特急でセントリアに来たわけなんですが、なんか妙に電車が混んでるなと思ったら、セントリアのどこかで SKE48 の握手会が開催されてたようですね。それは混むわけだということなんで、とりあえずまあそれはそれとして、国内線 LCC の方は、ターミナル2の方から発車しますので、ターミナル2の方には歩いていきたいと思います。これ意外と距離があるんですよね。 800m がそこそこだと思いますけど、でその道中にフライトオブドリームズっていうあのボーイング787の、試験1号機かが展示されている、ミュージアムがありまして、まあ、その中で、喫茶店とかレストランとかありますんで、私名古屋に行くと大体そこでまあご飯食べたりお茶飲んだりしてるわけなんですけど、ネワグはもうちょっと近ければね、最高だったと思うんですけど、まあこればっかりはどうしようもありません。はい、そこでターミナル2に向かいます。本日登場するのは A320-200型という LCC で一番よく見る機材ですね。あのボーイング737とよく比べられるんですが、私はこっちの方がなんか顔が愛嬌があって好きだなという気がしております。あと本日登場する座席なんですけども、一番前のバルクヘッド、ちょっとお金を払わなきゃいけないやつなんですけども、それに、機内食を追加しまして、これから登場というところです。ヨーロッパの方の LCC だとこうやってあの屋根すらもないやつが多いので、まあ、日本の LCC で割と優しい方だなと思いながらこう登場しているところなんですけれども、まあ、今では信じられない光景ですが長蛇の列が見えておりますね。で私個人的にびっくりしたのが、この搭乗用タラップは人力で外すというね、コストカットのためにここまでやるのかというのはちょっと驚いたところです。まあ、離陸をしばらくしまして、改正の、日本上空を、北に向かって進んでいるわけなんですけども、皆さんご存知のことかもしれませんが、 LCC で広い座席か非常口座席に座ろうとすると追加料金を払わなくてはならないというのがセオリーです。まあ、追加料金払ってって言っても、まあ、そんな大した金額ではないんで、まあ、それでこのスペースが手に入るなら、まあ、全然いい方かなというふうに思うんですけども、個人的には体が大きいのでできるだけ広いスペースに座らないとちょっと耐えられないというのもありますので、まあ、これは人それぞれというところですね。で CA さんが機内食を持ってきていただいたんですが、丸々様は機内食2食注文されてますよねみたいなことをおっしゃるんで、そんなはずはと思って確認してみたんですけど、なんか自覚ないままなんか2食頼んでそうです。なんか八丁味噌田楽の弁当と、カルボナーラうどんというものを頼んでいたそうです。ちょっと自覚ないんですが、まあとりあえず頼んでしまったものはまあしょうがないので、まあ、2つとも両方美味しく、いただきました。カルボナーラうどんは結構なんか癖になる 塩っけっていうかな、まあ、美味しかったです。とりあえず両方ともなんか国際線みたいな感じになりましたが、この後すぐ寝落ちしてしまいまして、気づいたらあっという間に仙台空港に到着をしておりましたという感じで、今回のフライトレポートは終了なんですが、いつにもなく雑で申し訳ないんですが、いかがだったでしょうか。エアアジアに搭乗される際はね、何か機内食なんかを注文されてみるのもよろしいのではないかなというふうに思います。それではチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。なんか今回アフレコでナレーションを言うのめちゃくちゃ大変だったんですけど、なんででしょうかね。お酒飲んでるせいかな、よくわかんないですけど、まあ、ちょっとこういう感じで軽いノリの動画もこれから順番に途切れることなく出していきたいと思います。よろしくお願いします。